皆さん、ごきげんよう。今回紹介するのは、2023年公開の、ヴィレッジ。英語題、ヴィレッジ。監督と脚本は、藤井道人。主な出演は、横浜流星、黒木春、一ノ瀬渡、など。美しい集落の家紋村に暮らす片山優は、村の山に建設された巨大なゴミの最終処分場で働いていた。母の君への作った借金の返済に奔走する一方、職場の作業員に目をつけられた彼は、浮かばれない日々を過ごしていた。というストーリー。タイトルからはオカルトな内容を連想するが、村社会の閉塞感とそこから抜け出せない負の連鎖を描いた、どちらかというと社会派ドラマ。ストーリーそのものや登場人物には特徴がないものの、美しい映像と横浜流星の鬼気迫る演技が見どころ。ただ中盤あたりからありきたりな流れになってしまい、話の終わり方が中途半端で後味が悪いのはもったいない。ということで、評価は。ヴィレッジ。サムサー。